Halo teman-teman gamers. Iya, akhirnya Overheat rilis juga di Play Store Indonesia. Game dengan gameplay yang sangat bagus, grafis yang sangat bagus. Dan tentunya juga sudah berbahasa Inggris ya. Teman-teman bisa langsung download di Play Store Indonesia. Oke, teman-teman. Saya akan bermain di chapter pertama ini. Semoga teman-teman terhibur semua. Oke, terima kasih. ようやく会場の外に出れたな。こっちの方はまだ敵の数が少ない。これなら団長と合流するのも。とはいえ、外も。ああ。ソフィアのことは僕と兄さんに。無茶なことはしないで、無事に。なんというあ、あいつ。レンが戻ってくるまではここで待機するしかないな。大丈夫、レンちゃんはすごいんだよ。そこにいるのは誰です？あら、防がれてしまいましたか。気配は完璧に。なんだ。無駄な抵抗はやめて、おとなしく聖女をこちらへ渡す。そう言われて素直に渡すわけないだろ。私はハンナ。それほど長いお付き合いにはならないでしょうし。あなたが今回の騒動の原因なんですね。いちいち理由を説明しなければなりませんか。念のために聞いたまでですよ。おや、エリザベス様のことをご存知でしたか。コンクレイブ？ルーム報告に敵対する組織のことだよ。国家転覆を。とにかく私は聖女。この国には教会の騎士団だけでなく。バカ！挑発してどうするんだ。その強気な態度嫌いではありません。ではこちらも容赦なくお相手いたしましょう。OK だよ。アーマー部隊やっ、ご加減するどうかしら。畳みかける聖女以外こっで。どうだ、尋常その護衛勝負。大人の配分といきましょう。はっ、レンジショット。散りなさい、エリザベス様のために。はい、一点集中。うめん。ソフィア様、ご心配をおかけしました。レンちゃん、よかった。どこも怪我してない？ソフィア様こそ、ご無事なようで何を。感動の再会は後回しにしてくれ。オーチェニア開拓国内は、ただ。時間が経てば経つだけ。港はどうだ？いるにはいるけど、大したことはないわ。とりあえず、港まで再。言われなくても承知しているわ。よし。頑張って思いっきり走るから。みんな、サポートはお願いね。うふん。余裕よ。まだまだ強くなるぞ。アシュくんの作るご飯って美味しいよね。今度作り方。
りオッケーだよ。この町、童話に出てきそうな場所ね。行くわよ。それそれそれ。サビって。予想通りの。この町も戦場になったか。一点集中。どうかしら。予想通りの動きだ。計算が狂ったか。鍛錬の結果です。私の名はレッドマキア。僭越ながらあなた方のために戦闘。黒曜宮随一の弓使いヘカテが参りましたわ。私の活躍ぶりとくと見るがいいわ。こんにちは。私ブロッサム。レジスタンスアルカディアの孤児のリーダーやってます。Thank you.
ピアお姉ちゃんに任せなさい。せや。なんて手応えのない相手だ。式典会場内で派手に戦闘が始まったわ。それでも騎士たちは大混乱だな。なんだったら団長が騎士団連中の指揮をと面白いこと言う。実力を示せって言うんなら今すぐ示して。エルフってな、どいつもこいつもお前のように傲慢で。さあどうだろうな。俺はエルフの国じゃ嫌われ者だったからな。黒曜級の狂犬マルピオンか。それでどうするんだ。ここで俺と戦うか。傭兵として任務を放棄するわけにはいかん。それじゃ約束を取り付けたところで , 笑わせてくれるぜ。いつでも準備 OK だよ。お互いどれだけ魔物を倒したか数えてみるか。いける。暇つぶしにはないかもしれないぜ。相手が弱すぎて数えるのが面倒だ。やるなら一人でやってな。にゃほほほ、汗まみれ。あたしここ嫌い。寒い。この町、童話に出てきそうな場所ね。チャンス！一点集中！お願いします。やっ！あとはこんなのどう？お願いします。この町も戦場になったか。こんな場所で立ち止まってると危険だぞ。港まですぐなんだから。ソフィア様が疲れたと言っておられるのよ。それに逆らうなんてバーシに値するわ。それは仕方ない。ソフィアと私たちでは鍛え方が違うからね。だんだん戦いの音がこっちへ近づいてきてるわね。騎士たちも突然の襲撃に混乱しただろうからね。立て直して。アレックスが直接指揮を取ってたら今頃はこの騒動も。騎士たちだって各々の使命を認識し任務に当たっている。ソフィア、そろそろ休憩は終わりでいいだろう。うん、バッチリ大丈夫。頼もしいね。それじゃ港まで一気に走り抜けよう。いつでも準備 OK だよ。くそ、厄介だな。どんどん敵の数が増えていく。焦りは禁物だ。できるだけ体力を温存しながら戦おう。聖女たるもの、決めるときはしっかり決めなきゃね。じゃあ一点集中。はっ、よいしょ。参りますよ。ふっせ、おとめさん。
ソフィア様、大丈夫ですか？大丈夫、まだ走れるよ。ソフィアの体力も限界が近いな。アシュ、レン、二人でソフィアを港まで。足止めだったら僕がする。兄さんはソフィアのそばに。いや、これからこの場所には。だけど聖女を守るのが騎士の使命なんだ。ダメだアシュ、私の命令に。アレックスの言う通りね。私やアッシュがここに残ったとして。確かにそうだな。最優先事項はソフィア様を無事出。ああ、分かってる。じゃあ兄さん任せてくれ。ママか。そうな場所ね。レンジショット。こんなのどう？じゃじゃーん。それたっぷり味わって。それどうかしら。この盾に。聖女たるもの。決めるときにしっかり決めなきゃね。兄さんが魔物の足止めをしてくれた。何？魔物？こいつ。なるほど、この魔物。兄さんに踏ん張ってもらってるんだから、今度は僕たちが踏ん張らないとな。いつでも準備 OK だよ。暑すぎる。話すのも疲れるな。はっ、とどめだ。いつでも準備 OK だよ。暑いわね。
水を持ってきなさい。諦めないで頑張ろう。どうかしら。出番だ。やっはとどめだ。さあ認めるがいい。ソフィアお姉ちゃんに任せなさい。さあ認めるがいい。よっ、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 正常なる翼をここへ。俺のターン。騎士の誓いにかけて駆動を貫く。なんてことだ。ニャホホホホ、とっておきお見舞いしちゃおうかな。私には最高。熱っ、熱すぎる。話すのも疲れるな。それそれそれ、それ、俺に力を。全身全霊だ。ボルティックセイバー。そのおじい立ち去れ。私たち勝てたんだね。やれやれ、また面倒ごとか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 。団長、船内の確認は終わったぞ。相変わらず雑魚ばかりで張り合いがない。船は問題なかったみたいだな。出航の準備ができたならあとは。思ったより時間がかかっているな。面倒な魔物に出く人使いの荒いじ。おっと、行ってる間に。お前ずっと雑魚ばかりや。気遣ってもらって嬉しいね。油断するな。暑いわね。水を持ってきなさい。時代かお披露目。飛んでて。時代か。こいつなかなか攻めきれない。なんだ、どんな相手が出てきたのかと思えば、こいつも大したことなさそうだ。マルピオ、退屈しのぎになるかと思ってな。本当は一人で戦いたいところだが、贅沢は言ってられないか。さっさと倒して団長のところへ。諦めな。国欲だな。頑張ろう。マルキン、助け出し、ハンス。いいものだ。雑魚ばかり相手にしていて退屈していたところなんだ。レンジショット。燃えよ時代、我らを癒せ。はは、うん、俺に力を。全身全霊だ。ボルティックセイバー。勝ったぞ。
倒せ。この程度で息が上がるとは。グレッグも待ってるんでしょ。団長、戻りました。遅くなってすみません。グレッグ、久しぶり。相変わらず重そう。そういうお前も相変わらず豪華な服だな。団長、船の準備だったら船へ移動するか。準備が良くて助かるわ。待ってください、兄さんが。アレックスは聖女を守る聖騎士として、仮に船まで同行してもらう。ということだ。何かアッシュ君、アレックスのことは心配。ああ、そうだな。それじゃあパルティア王国へ向かおう。国翼団のみんな、ルーム報告までの道中よろしくね。申し訳ありません、お姉様。いいのよハンナ、こうして少し。それより次の。ええ、もちろんです。さすがはハンナ。私はもう少しこの国での戦い楽しまれるのは結構ですが。心配しなくても大丈夫よ。はい、では行ってまいります。さあ、これから楽しくなりそうね。